どうも、バヨンです。さあ、今回は、もうすでにタイトルとかサムネにもあります通り、皆さんのプラモデルを見せてください企画、プラモデルマイスターズカフェ作品募集開始のお知らせ動画になります。はい。このプラモデルマイスターズカフェとはですね、日々皆さんが作ってらっしゃる、これまで作ってきた、あとは、たびたび開催しているこの企画のために作ってくださってる、そんなね、プラモデル、もうあらゆるジャンルの、私はキャラクタープラモデルが多くて、ね、動画の内容なんかもそういったものが多いんですけれども、募集するのはもうそういったキャラクタープラモデルだったりとか、スケールモデルだったりとか、もういろんなジャンル OK の、ね、募集企画になっております。ね、皆さんのプラモデルを見せてください。そして紹介させてくださいっていう感じの企画になっております。感覚としてはなんか、いい作品が作れたらお店に、飾らせてよっていう昔ながらのプラモデル屋さんの感じをね、なんかいいプラモデルあったらうちのチャンネルに飾らせてくださいよっていうね、そういう感じでやっておりますんで、お気軽にね、ご参加いただけたらなと思います。多少ね、複雑に見える結構長々とね、概要欄にルールとか、ご注意とか書いてますけれども、そんなに難しくなく参加いただけるものになっておりますが、ところどころね、なんかミスがあったりとか、動画での運営していく上でもちょっとこういう形になってると困るよみたいなことがあったりするんで、それについてね、細かく書いてあるんですけども、本当に実はシンプルなルールになってますんで、今回は、こういった感じで参加してくださいっていう例を出しながら、つまずきポイントとか間違えやすいポイントなんかも踏まえて、ルールとか注意ポイントとかそういったものの紹介をしていこうと思いますんで、よかったら最後まで見ていってください。ではでは行きましょう。はい、まずは今回の募集期間です。この動画がアップされたその日から5月の12日までの期間を募集期間とします。ゴールデンウィークが終わって次の日曜日が終わるまでです。はい、この期間の間に、参加ください。はい、ね、この動画を5月12日以降に見てる皆さんごめんなさい。でもまたね、評判良かったら次の募集企画とかねすると思いますんで、そちらの方でぜひよろしくお願いします。はい、繰り返しになりますけども、この動画がアップされたその日から5月12日までが募集期間になります。はい、続いては、ご参加いただく時のね、キットなどのレギュレーションについてのお話です。冒頭でも言いました通り、この企画、あらゆるジャンルのプラモデルでの参加 OK です。このチャンネルというか私自身がですね、基本的にはキャラクタープラモデル、ね、ロボットプラモデルとかが多くて、それを紹介している動画とか、それを作ってるライブ配信とかが多いんですけれども、知識はなくても興味関心はすごくありますんで、スケールモデルとかね、作ってらっしゃる方もぜひぜひ参加いただけたらと思います。過去のね、作品紹介のところでもですね、いろいろスケールモデルのね、作品なんかも投稿いただいてますんで、拙い知識とかね、恥ずかしい部分もあるんですけども、いろいろと私なりの感想とかね、述べさせてもらってますし、また視聴者の方にもですね、そういったジャンルのプラモデル楽しみにしてる方もいらっしゃいますんで、ぜひぜひね、スケールモデル専門だって方もですね、ぜひよかったら、その作品、ね、過去の作品でも全然 OK です。よかったら見せてください。で、オールジャンル OK とは言ってるんですけれども、一応、YouTube での配信となりますので、18禁とか、そういったね、YouTube の規約に触れて、そういったものをね、落とすことができないっていうような感じのジャンルに関しては、取り扱うことはできません。紹介することはできません。はい。で、またね、海賊版とかですね、非純正品、非既製品みたいな、そういったキットも禁止とさせていただきます。が、その他は全て OK です。時々ね、質問あるんですけども、はい、パチ組でも、ね、無塗装でも、そういうものでも全然 OK です。はい、続けてね、先ほどのレギュレーションの中にも、ね、YouTube 規約に触れるような表現のキットはダメですよに付随してですね、そのプラモデルの、画像の表現についてのね、お話になります。先ほどもね、触れましたけれども、
まあそのキット自体にそういうものがなくてもですね、YouTube の規約に触れるような表現を含む、まあ改造であったりとか表現みたいなことに関しましては禁止とさせていただきます。それがまあそのキットそのものじゃなくても背景にそういうのが映ってるとか、お部屋の片隅にそんなのがあるとか、そういったものもですね、アウトとね、禁止とさせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ、YouTube 規約って一体どういうものなんだよっていうふうにね、思われるかもしれませんけれども、まあ、普通は大丈夫だと思います。普通のプラモデルにあんまりそういうのは入ってこないと思いますけれども、気になる方はぜひね、ここで、私が全部こう言っていくっていうわけにいかないぐらい結構ありますので、もしね、よかったら、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方でね、調べてください。あと、まあ、現段階ではギリギリでも、今後アウトになることもありますんで、良ければですね、もうそういうギリギリかもな、みたいなところに、ここまでは大丈夫だろう、ここまでは大丈夫だろうっていうような、ギリギリを攻めるような、ね、そういう風な方向も、私がやべえかもと思ってね、禁止にしてしまう、ね、失格にしてしまうこともあるかもしれませんので、そういった、ギリギリアウト、ギリギリ政府への挑戦みたいな、そういうこともできればやめていただけたらなと思います。まあ、ざっくりと言いますと、まあ、人物のね、キットだったりすると、まあ、その、怪我の表現とか、部位欠損とか、そういうふうに、まあ、見えるものも含めてね、そういったものもダメですし、まあ、暴力表現だったりとか、あとは政治的な表現とか、まあ、ただ、基本的には普通にプラモデルの作品を写真撮って出す場合には、あんまり起こらないことだったりもするんですけども、まあ、そういうのが入るようだったら、気をつけてください。特に人物的な、それは、本当はロボットですっていうものに関しても、なんだろうな、動き欠損してるような感じに見えるような、そういった表現とかになってくると、それは、NG とさせていただきます。で、まあ、まあ、ビプラとか呼ばれるようなジャンルのものに関しましての、まあ、肌の露出なんですけれども、まあ、未成年でも購入可能なキットにおいて、まあ、通常のね、状態で、出ている、露出されている肌に関しては、そこまでは OK とさせていただきます。はい。よろしくお願いします。で、また、まあ、肌の露出があるなしに関わらず、ポージングとか、ね、その他のいろんな演出によってですね、まあ、なんでしょう、戦場的な印象とかを与えるような雰囲気っていうのも、また、やめておいてください。よろしくお願いします。はい。あとね、プラモだけじゃなくてですね、お部屋で撮影される方結構多いと思うんですけれども、夜の窓ガラスとか、ね、パソコンのモニターとか、あとなんかどっか反射する鏡的なものにね、ご自身であるとかご自身の、個人情報に関わるようなものとかを映り込むこともありますんで、背景なんかもね、ぜひぜひしっかりと気をつけていただけたらと思います。はい。はい、ここからは具体的な参加方法の説明になります。今回もですね、 X 旧 Twitter のポストでご参加ください。で、ポストの内容なんですけれども、こんな感じでお願いします。はい。ポストの内容は、作品名、説明文、そしてハッシュタグ、画像、ね、これらを必ずお願いします。でね、そしてこれをね、複数のポストに分けずに、一つにまとめてこんな感じで出してください。はい。でね、X の有料会員の方だとね、すごい長い文字書けるっていうね、制限ないって方もいるんですけれども、その有料会員の方も、全部文字合わせて140字以内に収めてください。よろしくお願いいたします。ではでは、順に行きましょう。作品名と説明文なんですけれども、必ずこれをよろしくお願いします。はい。前回ね、このタイトルがないという感じの方とか、説明文なのかな、どうなのかなっていう方がね、いらっしゃってちょっと困ったんですけども、こんな感じでもうタイトルと説明文はもう話して、ね、こんな感じで書いてください。一行開けて書いてください。よろしくお願いします。まず、作品名、そして紹介文。説明文ですね。はい。で、まあ、説明文はもうご自由に書いていただいても結構なんですけれども、まあ、独自設定とか固有名詞とかそういったものが入ってくると思うんですけれども、それに関して、ちょっと私漢字がとても増えてですんで、読み仮名とか書いていただけるとすごい助かりますし、あと以前のね、企画で、送っていただいたものの、まあ、同じシリーズとか。あれの改造型だっていう時もですね、それを省略せずにですね、前のあれの
発展型だよとかじゃなく、まあ、紹介される動画を初めて見る方もね、いらっしゃいますんで、はい。全く知らない人への配慮っていうか、ね、前のあれがこうなりました、じゃなく、一から説明していただけたらなと思います。よろしくお願いします。でね、また参加者さん同士で、共通の世界設定を、持ってらっしゃってみたいなことに関しましては、すいません、もう、そればっかりになったりとか、なんだろうな、その説明みたいなことを他人の作品の説明文にもうあらかた投げてしまって、こっちは別のことが書いてあってみたいなこととか、動画を作る上で、まあ、その一回一回に紹介できる数っていうのは区切られますんで、それがこう、なんだろうな、別の回にまたがってしまったりとかした時とかにすごいややこしかったりとかすることがありましたんで、まあ、とても仲のいいお友達の方とね、共通世界観でみたいなものに関しましては、原則禁止とさせていただきます。はい。よろしくお願いします。はい。で、まあ、国語的に句読点をつける部分には、ぜひ、句読点をつけてください。はい。一応、説明文、もちろん作品名と説明文に関しましては、動画内でね、読み上げさせていただきますんで、どこで切るのかわからないものに関しましては、もしかしたら間違ったりとか、もう、とんでもなく噛んでしまって、何度も何度も、NG テイクを出してしまったりとかがありますんで、文字制限が厳しい中書いていただいてるっていうこともあると思うんですけれども、ね、句読点開業、ね、やっていただけるようよろしくお願いします。はい。そして、ハッシュタグですね。ハッシュタグは、ハッシュ MDJL。ね、マスクド DJ ライオンのね、ハッシュ MDJL をつけてください。そしてもう一個、ハッシュマイスターズ C。ね、マイスターズはカタカナ、C はアルファベット。ね、この二つ、MDJL と、マイスターズ C。この二つのハッシュタグをつけてください。よろしくお願いします。ね、説明欄にある、概要欄にあるものをコピペすると、ハッシュの、ね、シャープの記号が、全角になってますんで、使えませんので、ちゃんと半角シャープ、半角ハッシュでね、書き込んでください。よろしくお願いします。ね、で、ちゃんとハッシュタグとして機能していることが、重要になりますんで、投稿後にちょっとね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。そして、画像ですね。画像は、まあ、X の使用上ね、4枚まで投稿できるんですけれども、動画の中で紹介させていただくのは、1枚目、ね、この画像だと左上にあるこの画像だけが紹介されますんで、ね、形が変わったりとか変形とかだったりとかね、するものとかに関しましては、まあ、いろんなね、バージョンの写真載せてくださる方いるんですけども、これをね、動画内では表示してほしいってやつを、まあ、その、順番とかがね、徐々にパワーアップしていくっていう風に載せたいかっていう気持ちはわかるんですけども、動画に出してほしいのはこれってやつをね、一枚目によろしくお願いします。はい。そして、画像に関してね、加工ですね。はい。に関しましては、作品の形状とかカラーが変わらない範囲で、でしたらね、OK になります。で、また先ほど言いましたように、まあ、形状が変わったりとか変形したり合体したりみたいなことでね、複数枚の写真をね、表示したいって方は、1枚の写真にそれらをね、なんかトリミングする感じで載せていただくっていうことに関しましては、OK になっておりますんで、はい。そんな感じで出していただくこともできます。はい。では、その他のいろんな、注意事項についてのお話になります。投稿は一人一作品のみとなります。ね。一作品の、投稿でよろしくお願いします。そして、まあ、動画内に表示する皆さんの作品の画像なんですけれども、一部をトリミングさせていただくんですけれども、その辺はご了承ください。まあ、基本的にはその作品をマップダスにね、見えなくするっていうのはバシャッと切っちゃうことはありません。まあ、ちょっとここ余白が大きいなとか、あとはまあ、YouTube の画面って横長なんだけども、その上下にあまり余白があるとちょっとね、作品値がちっちゃくなっちゃうんで、ちょっと上下、まあ、上とか下とかね、切らせていただこうということもあります。その作品自体を大きくバーンと切るようなことはありませんので、その辺は、ご了承ください。でもちょっと端々をね、切っちゃうこともあるかもしれませんが、その辺はご了承ください。
そして、紹介時にですね、X での皆さんのお名前を表示させていただくんですけれども、頻繁にね、名前を変更される方だったりすると、動画を作っている時の名前でね、表示されて、違ったりとかすることもあるかもしれませんけれども、その辺は、ご了承ください。よろしくお願いします。そして、投稿いただいた作品がいつにね、動画になって紹介されるかっていうスケジュールに関しましてはちょっとね、わかりません。はい。基本的には週1回5作品ずつで紹介していきたいなと思っているんですが、まあ、募集開始直後なんか特にですね、5作品投稿もない時には、まあ、動画作るよね、もうちょっと先に伸ばしてにしたりとかってこともありますし、あとはまあ、途中で別の作品にね、差し替えようと思って取り下げられたりとか、あとは、なんか、ハッシュタグないとかね、タイトルないとかいうことで、もう一回、投稿し直しとかされる方があったりとか、ずれ込むこととかね、あと私自身の、動画撮る段取りとかのスケジュールの都合で、ちょっとずれ込んだりとかありますんで、まあ、どの作品がいつ頃紹介されるかに関しましては、ちょっとわからないので、はい、その辺はご了承ください。で、過去投稿された作品の、そのまんまのね、もので紹介文とかタイトル変えたものっていうものに関しましては禁止とさせていただきますんで、はい。また別の前投稿されたものとは別のものをね、ご投稿ください。で、前投稿したものの2番機とかライバル機とか、それの改造型みたいに関しましては、まあ先ほどでも言ったんですけれども、そのね、紹介された動画を初めて見る方もいらっしゃいますんで、その前に見たものの感想とかそういったものは踏まえずに紹介するんですけれども、ね、結構その人からすると白ばっくれた感じにね、見えるかもしれないんですけれども、その辺はご了承ください。はい。あとですね、私へのリプライとか、私への DM、こういったものは、参加なりませんので、くれぐれもご注意ください。あくまでも普通に X にポストをね、投稿してください。その他ですね、この企画に関する質問に関しましては DM 等、ね、この動画へのコメントなどでのね、質問は、受け付けません。はい。申し訳ないですけども。はい。ただね、割とほぼ毎日ペースで、水曜の夜以外は、だいたいね、夜遅いんですけども、ライブとかやってます。で、お昼だったりすると、お昼や夕方だったりすると、平日もかな、ツイキャスとかやったり、そういうライブをやってる時にコメントで、もちろん、特にゲーム実況とかしてる時だったら、大事なところでね、反応できないこともありますけれども、だから、タイミング見てですね、生放送中に聞いていただいたものに関しましては、お答えしますんで、そういったところでね、聞いてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、レギュレーションとか参加方法、また注意事項などなど、話してきました。今回もね、長くなっちゃいましたけれども、ね、詳しくは動画の概要欄にずらーっと書いてあります。これも結構長いんですけれどもね、ちょっとよくわかんなかったかなーっていうところね、中心にまたチェックしてもらえればなと思いますが、まあでも、参加いただくときに書いていただくことに関しましてはそこまで難しくありません。もう一回見せましょう。こんな感じです。はい、こんな感じでね、上からね、作品名、そしてその作品の説明文、紹介文、そしてハッシュタグ2つ、そして画像です。で、画像が複数枚ある場合は表示されるのは1枚目の左上のやつだけ。ね、このポイントを、押さえていただければそんなに、難しいものではありませんので、お気軽に、ね、ご参加いただけたらと思います。ぜひぜひね、皆さんの作品見せていただきたいな、紹介させていただきたいなと思っておりますんで、ね、よかったら、ご参加ください。締め切りは5月12日までとなっておりますんでね、よろしくお願いいたします。ではでは、今回はこの辺で。また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあ、また会おうぜ。闇が空を